さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュしっとりきましたねはいお二人食事でこう気をつけていらっしゃるんすこれがいいありますそうですね麺類とかいいですね麺類とかいいですねいいですね僕もお蕎麦とかねはい大好きですねあと夜遅くなるとやっぱりどうしてもラーメンとかねラーメン行くでしょう僕が飲んだと。もうね若い頃はね一日二三回ラーメン食べてましたからね女の人はどうですか女性はやっぱりラーメンは食べたいけどちょっと いやいや,いや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 もう食べたいものを食べたいですね <laughs> 食べたいものを食べたい時に食べたいだけ食べるって、うん、けどねなきゃいけませんね場所がね例えばラーメンだったらお店がないといけません、うんなうん、空いてないといけません、うんえー、自分の食べたいところにないといけないということで、えー、今回ご紹介する企業さんなんですがこう関東を中心にこうチェーン展開を楽しく行っておりまして、えー、ラーメンおいしいラーメンが食べられるというねこちらの企業さんですどうぞ。 蕎麦うどんではなくてお客様の顔を見てたらこれはラーメンしかないな。と語るのは株式会社「ユニローズ代表取締役社長大野秀幸さん24時間365日おいしいラーメンをお届けする」をキャッチフレーズに茨城県をはじめ千葉そして遠方は福島や石川大阪などに展開中です。こだわりののラーーメンは元気パワーの源 ニンニクと卵のニンタマラーメンさらにこだわりは経営方針にもあるんだそうです株式会社ユニローズというのはどういう会社なんでしょうかはい私どもはトラック運送会社建設業者さん向けにですね元気で健康の源であるニンニクと卵にこだわったラーメンを提供している会社ですニンニクと卵にこだわったラーメンはい そう聞くだけでもよだれ出てきますよねす <laughs> 今お話でトラックの運送業をなさっている方建築業をなさっている方というとやっぱり体を使う方たち汗をかく方たちというイメージでしょうか簡単に言うとがっちり系のラーメンで、うんえー、にんにくと卵はやはり健康のこう、うん、代表的な食材ですからそちらの食材にこだわって、えー、作ってるラーメンです店舗数というかどこにどのぐらい展開していらっしゃるんでしょうかはい もともと茨城県を中心とする会社ですので茨城県が一番多くてですね9店舗ございましてその他に千葉埼玉 えー、ちょっと遠距離になるんですけども金沢と、うん、おそれから大阪の方にもありまして、うん、現在19店舗を経営してますそうす,、ね、そうするとでもトラックの運転手さんなんかは茨城で食べた味を金沢にいたらまた同じ味が食べられるというそそういうういこともででできるわけすすよねそうですね長距離の運転手の方が多いんで、うんえー、割とあの向こうの金沢の方で食べてまた大阪の方でも食べたよと、うん、ういう方たくさんいらっしゃるんで、まあ、食べ歩きをしていただけます。<あー> <laughs> またそういういボリューム感のあるまた元気になるラーメンというとねもう毎回とにかく一日に一回は食べたいなんていう気持ちになるんじゃないかと思うんですが、えーまあ、他のラーメン屋さんってたくさんあると思うんですね差別化しているところ特徴的なところというのはどういうところでしょうかははいままずはまず24時間 営業しているとところいつでも安心して食べられるとそれは全ての店舗が24時間365日やってるということですかはい一部2店舗ほどちょっといろいろ事情があって24時間営業してない店もありますが基本は24時間営業するということまずこれが一つそれから今申し上げたトラック運転手の方向けに 営業しているわけですから駐車場は非常に大きく取らせていただいて、うん、大型の駐車場があると、うん、こういう点が特徴的な点ですでも24時間空いてるラーメン屋さんってありそうでないんですよね,そうですね少ないと思うです朝方行くと閉まったりするんですよ「これ24時間だと思ったらっ」っていういやっていうかその係の方も大変ですよね24時間で営業するとなると。 そこは頑張って差別化の一つとしてまあ、いわゆる深夜ニーズというのは昔からありましたので、この深夜ニーズを取り込むということと、閉めて、また開けるとなると意外と前後にですね。準備と準備と、はい、準備とそれから仕込みの時間が必要になってくるんで、まあ、その部分も抵抗していく、ねはい。並行してお客様のまあご要望もあったもんですからえ。24時間営業させていただいてると。 ラーメン屋さんというとよく聞くのがそのこだわったスープを使うので、えー、仕込みに8時間かかってお店開けるのは23時間っていうお店もあるぐらいでまあその点はフランチャイズを目指しておりますので、まあ、なるべくあのセントラルキッチンということで私どもはもともと製麺業でしたから、えー、製麺工場を改造して今はラーメン工場。 にしてセンントラルキッチンでどこででいつでも同じ味を提供できるようにただあのやはり差別化しなきゃいけないんでお客様に提供するときにはいっぱいずつ作るあのもう寸胴にまあラーメン屋さんですと寸胴にたくさんのこうスープを作ってそれを振り分けるようなイメージになりますが私どもの場合には一杯ずつお客様に温め直してスープを作ってあの提供するというスタイルで 手作り感を少しでもこうお客様にご提供できればいいなというふうに思って。味の差が出ないですよね。それ、それですとね。そうですね。うはい。まあ、だからこそ24時間間も可能になったということで、あ<ー>まあ、働く側も。食べる側も。 両方ともに都合がいいシステムと言えるでしょうね,うねこのユニローズを始めるきっかけというのはどういうことだったんでしょうかもともと製麺業で、うんえー、製麺を卸していたんですが、うん、まああのこの先やはり製麺を卸すだけではですね、えー、明日のご飯が食べられないなというふうに思いまして <laughs> 直営店舗を作るようになったんですねで、直営店舗を作る中で私ども製麺ですから日本そばうどん それから中華といろいろなものを作れたんですがその中で一番お客様にニーズとしてお客様にも、えー、認められるかということを考えた時にそばうどんではなくてお客様の顔を見てたらこれはラーメンしかないなというふうに思いまして特徴あるラーメンを作ろうと思って、えー、ニンニクと卵にこだわったニンタマラーメン、はいまあ、ネーミングも、まあ、あのお客様に覚えて、えー、もらいやすいようにと。 ということで、えー、つけております。あのニンニクのニンと卵の玉が大きくてですね、地 <laughs> が <laughs> <laughs> そうですね。<laughs> ニンタマラーメンみたいなね。そうです、ね、イメージしがありますよね。うん、はい、そうです。ニンタマラーメンが大好評のユニローズ。しかし創業時はラーメンのスープのように美味しくいやうまくいかず幾多の困難を味わったと語る大野さんです。 製麺業をもとにして始められましたでも最初からスムーズにうまくいかれたんでしょうかいえもともとはドライブインみたいなイメージでスタートしてましたので定食もありそばうどんもありの中でスタートしたんですがそれをこうラーメン屋の形にすると、うん、ラーメン一本に絞るということはですねあのまあ集中と選択っていったら簡単なんですが他のものを捨ててあるものに特化していくと。やはりあの会社として みんながですね他のものを捨ててですねこれ一本にするんだというところのですね会社としてこのままではいけないでも絞り込むにはやっぱりみんなが同じ思いじゃなきゃいけないっていうそのあたりが一番辛つらかったということでしょうかそ思いをやっぱりいつにしないとですねあのいけないものですからまあ社長として えー、信念を持って、えー、こちらの道に進むんだということをですね何度もお強調して、えー、みんなの協力を得ながらラーメンの方に特化していったということが、えー、一番苦労した点であります、ね、苦労してやっぱりみんなの思いがあってその人気まラーメンが徐々に人気が高まってきたんだたと思いますけれども、えー、先ほどお話の中にちらっと えー、フランチャイズっていう言葉が出てきたんですが、えー、現在そのフランチャイズの展開はどういった状況になってるんでしょうか、はいえー、19店舗今ある中で、えー、フランチャイズの展開は当然あの考えておりますが今はあの内部の,あの組織とそれからノウハウを固める段階なんですが、まあ、ほぼほぼ固まったかなと来年度にかけてですね、えー、フランチャイズのための社内の,あの組織を作りまして。 えー、準備室をですね、えー、設けるそのようなあ覚悟でおります。じゃ今後そのフランチャイズのオーナーさんを募集していって、はい、ユニローズの味をもっともっとたくさんの場所で提供できるようになるということですね。そうですね。うん、あの私どもが考えているフランチャイズはもう一つありますのがいわゆるそのノレン分けのシステムで、えー、まあ同じ、えー、まあ思いで今まで作って きた仲間がですね独立したいということもありますのでそちらも含めて、えー、両立てて考えていきたいなとこういうふうに思っておりますただまあ僕も何件かそのい行ったことありますけどああやっぱりこう駐車場がね広いところ本当多いですよねあ,ありがとうございますああですからあれはもう我々からするとすごくありがたいなというふうに思います今あの僕も何件か,というか経営してますけどい,いやいや違いや <laughs> 基本はあの 私どもその忍たまラーメンをメインにお客様には提供させていただいて大体来るお客様の60%ぐらいが6割の方がその忍たまラーメンを食べていただいてるんですがえっとラーメンのメニューは今大体レシピとしては100種類以上を揃えておりますはい。このラーメン以外にやはりたまには違うものを食べたいとお客様たくさんいらっしゃるんで。 月一,メニュー月一に新しい新メニューを提供させていただいて、えー、ホワイトラーメンとかですね<ー>ブラックスタミナラーメンとか<ー>ちょっとネーミングにこだわって最近ではあのビッグマウントンっていうあの富士山の,あのあ<ー>世界遺産登録がありましたので野菜の大盛りで上にしゃぶしゃぶの豚が乗ってるようなあーあのラーメンで。 えー、今夏はですねあの新メニューができまして、まあ、あの話題性とそれからもちろんあの定番商品になるようなものの開発をですね、えー、みんなで考えてるとネーミングもパートさんから募集して、えー、中にあのいいものがあれば。 あの金一封を差し上げて、名前をつけていくと、こんなあの、まあ,あ。楽しく、まあ、ゲーム感覚で、あの新しい商品が何か、何か作れればいいなと、いうふうに考えております。楽しみながらということですね。従業員の方がね。そうですね。まあ、これが一番。はい。はい。そうすると、さっき松木さんがちょっと言ってましたけれども、地方ごとに特色があるから、地方限定の、まあ、店舗限定メニューなんていうのも、これからも可能性は。あるんでしょうか。そうですね。あの建設業と運送会社向けのメニューが。 方方けののメニューーがが番多いんです土土日日地方になると土日はファミリーの方も増えてくるんですえ、ね、<ー>そうするとあのファミリーの方向けもしくはですね深夜の方向けのメニューなんか、まあ、ヘルシーなメニューなんかは土曜日曜向けにですね出してみたりということで少しずつですがあの内部の変化あるいはですね顧客の変化みたいなものをつけております。 話を伺っているとお腹空いてきた。<laughs> ちょっとうかマスクさんの車でパッと行て行きますか。<laughs> 今日僕歩きできましたから。あれじゃあ誰か車。<laughs> まああの本当にあの皆さんに、えー、愛されているユリノーズさんだと思うんですが、今後のユリノーズどういった方向へ向かうんでしょうか。はい建設業者さん運送業者さん向けにあのメニューを開発して忍たまなみを作ったと申し上げたんですが、もっともっと掘りさあの掘り下げなきゃいけないと思いますので。えー 運送業者さん建設業者さんが欲しがる、えー、メニューだけじゃなくてサービスもどんなサービスがあるのか、まあ、例えば、えー、シャワーのサービスだとか必要であれば宿泊のサービスこういったものも、はい、あの取り込んでいきたいですし、えー、先ほどちょっと申し上げた土日のお地方のお店でファミリーの方が、えーま、もしくはシニアの方が えー、ご利用いただけるということであれば、えー、広げてそちらの方を広げていくと深く広くう今後もユニロードは進化させていきたいなというふうに考えています、はあ、ますます食べたくなりましたけどね,うですねはい、あ。今日本当にお話ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたマ舞浜リゾート一望スパホテルマ舞浜ユーラシア 眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテルそれがマイハマユーラシア天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュご宿泊以外のお客様もご利用いただけますお得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意ただいまキャンペーン実施中スパホテルマイハマユーラシア詳しくはウェブでさてえ続いてご紹介する企業さんなんですが今日は直接お邪魔をいたしました ところで仕事を楽しんでますかイエーイ <laughs> というふうに、えー、就職してから仕事が楽しいそんな会社に就職したいですよね、えー、続いてご紹介する企業さんはそんな出会いを演出してくれる会社です仕事っていうものにこう情熱っていうのがわかないと、えー、いいお金もらってたとしてもそれはこう満足とはまた違ったものになってしまう 株式会社千葉キャリの代表取締役種村たけしさん千葉キャリといえばこの CM はいジョージ仕事は決まったかいおう、oh, 決まったよ千葉キャリを見たんだ千葉キャリだって千葉県の就職転職情報が満載なんだよ千葉県の就職転職サイト千葉キャリ ご存知の方も多いかもしれませんが千葉県内の企業にこだわった形で求人サイトを運営しています2003年の創業時から10年目を迎えた今求人や雇用の難しさなどを伺いました、えー、株式会社千葉キャリーどういった会社なんですかはい、えー、弊社はですね、千葉県に地域密着した、えー、求人サイトの運営をしております えーまあ、種類としては転職サイトとですね新卒サイトとアルバイトのサイトがあるんですけれども、はい、まあ転職サイトが、えーまあ、主になってまして、えー、それに付随する形で新卒サイトとでパートアルバイトのサイトはまあこれからあ広げていくと就職先が千葉、はい、それとも、えー、住んでらっしゃる人の,のが千葉メインは就職先も住んでるところも千葉と千葉の人たちが千葉の人たちが千葉の人たちまで働いてるメイン お客様としてはですねあの千葉県の、えー、中小企業があ大半でして、まあ、社員数でいくと大体100人以下の会社さんっていうのが、まあ、8割ぐらいを占めると意外にこう千葉県の人たちっていうのはその地元志向が強いですから、うん、まあ地元で働きたいという,こう思いに応えるように地元のこう隠れた優良企業というのを探していくとそれがまあ我々の使命だと。 逆にその採用する側も、はい、できれば地元の人間を採用したいという思いは強いんでしょうか、はい、そうですね強いですねそれは他県に比べてやはり強いと思いますえっとあると思いますねまあ国民あの地域性というか、うん、県民性なんでしょうかね、うんまあ、求人サイトとおりすると大手さんも含めて、はい、いろんなものが今現在あると思うんですが、はい、あえてその、まあ、地元千葉県にこだわって運営をしたというのは、はいはい、何か理由があるんでしょうか そうですね。ま、ああの、地域密着で、こう、就職っていうものと捉えたいな、ということがあって。 まあそれでまあたまたま私がこう起業するときにまあ一巻に住んでましたのでまあそこで起業するというのがまあスタートだったんですねきっかけってはですねあの私前職がですねあのまあコンサルティング会社でフランチャイズをまあ販売する仕事をやってましてフランチャイズといってもそのおフランチャイズやりませんかっていうことだけではまあ企業も「おはい」っていうわけにいかないので。 まあ、東京近郊のです、ね、中小企業の社長を訪問してです、ね、会社の5年間の中期計画みたいなのを一緒に立てながらその中で会社を成長させていくためには新規事業をやらないといけないよねと。 その一環としてフランチャイズを取り入れていきましょうとそういう提案をしてたんですねであの、まあ、毎日のようにこう経営者の方とこう仕事をするわけですけども話を聞いているとこちらは非常に刺激を受けるんですよで、まあ、その前職にこう転職した時は私はもう起業するつもりで移ってましたので、えーまあ、どうせこう会社を作るのであればその経営者の役に立つような仕事がしたいなと。 それがまあきっかけだったんですね。で、何がこう役に立つかというとですね、まああのどんどの会社さんでもこう共通して困っているのがまあ人材なんですね。まあ人の採用といくつに困っているという企業さんも非常に多かったので、まあそこに焦点を当てて、えー、中小企業の採用というところで支援できるような仕組みを作りたいというので作ったのが千葉キャリアというサイトだったんですね。まあ当時も多分その、はい。 大手だとか全国版求人サイトだとかいろんなものがあったと思うんですが、はいはい、やはり地元の中小企業の社長さんたちは、はいはい、それでは満足ができなかったということなんでしょうかそうですねあの大手サイトってやっぱりコストが一つはかかるのでなかなかそこに投資ができないということがありますでもう一つはその頑張って投資して載せてもですね大手企業がずらーっとこう並んでますからその中に中小企業がポツンと載っても応募が来ないんですね、まあ、そういったあの状況っていうのを見てましたので。 であれ就職企業に特化をしてまあ社長をメインに出したような求人サイトがあると面白いんじゃないかと当初はですねやはりまあ社長っていうのをメインにしてましたのでえできる限りこう取材対象者っていうのを社長にしてえまあ経営者のこうメッセージができるだけ伝わるようにしていこうとこういうことを心がけてました会社に就職をするというよりもその経営者にえ惚れ込んで就職をしてくださいというそういうタイプだったんですねそれはうまくいったんですか そうですねあの、まあ、経営者と会って、えー、就職をすることによって、えーまあ、そこであの会社の核となるようなメンバーというのもいてですねあの中には、えーまあ、ちもう数年前に千葉キャリで入社した会社の社長になった方とかもいらっしゃるともう採用されてから、はい、まあ代替わりというんでしょうかう、ね、会社を継いだということですか、はいまあ、それはもうあの本当に稀なケースですけども,でもそ,れはそういうこともあると。 人に惚れて入ったから、はい、社長さんもやっぱりその社員の方に惚れ込んだっていうところもあるんですよね一つ気になったんですね、はいえー、谷村社長自身も起業をされてこの求人サイトを始められたその時って当然 千葉キャリの社員も募集しななゃいいけそれはどうされれたんですかそはやはり自社媒体で千葉キャリで撮ると千葉キャリを見てこの仕事に今惚れてもらって来てもらいたいということすると当然社長さんが出てくるのが千葉キャリの特徴だとすると谷村社長自身がサイトに出ていろいろこう言ったわけですね創業の頃は私の顔がサイト上あふれてましたんではい谷村社長のキャリア経歴がちょっと 珍しいといとううふうに伺ったんですがえとです、ね、実はあの一番初めの会社に入ったのは、えーまあ、大手の損害保険会社だったんですけれども、えーまあ、一般的に見ると上場企業に入って安定したこう人生を歩めるというのが、まあ、周りから見るとそうだったのかもしれないんですけれども、まあ、4年勤めていく中で,です、ね、あの大手企業の良さもあるんですけれども、まあ、仕事っていうものにこう情熱っていうのが湧かないと、えー いいお金もらってたとしてもそれはこうな私自身こうえ将来がこう見えてしまうというかえ単調にこう自分が40歳になった時どうなるのか50歳になったらどうなるのかっていう,こう姿が見えてしまってまあこのままじゃ嫌だなということでえまあそのなんですかね敷かれたレールから降りたといいますかえまあそれがこうよく周りからもったいないんじゃないかということをこう言われますけれどもね。 求人サイトの運営に携わってはいますが採用してもその人が一人前に育ってくれなければ無意味だと人材育成にも力を注いでいる種村さんその訳を語ってくれましたまあその地元密着地元の企業のため地元の若者たちのための求人サイトということでなんとなく分かってきたんですがただあのー。 うまくいったことばかりではないんじゃないかと思いまして、はいはい、自社の採用っていうのが一番難しいんですね。<laughs> まあ採用プラス育成ですね。でまあ、我々の仕事というのは、もうリクルートさんをはじめですね。まあ、大手の媒体がもうひしめいってますので、えーまあ、求人広告を売るということで、簡単なようでですね。実はものすごい難しいんですね。なかなかこう採用しても人が育たない、というのが恥ずかしいながらありまして。 まあ,あ設立以来、えーまあ、多くの人間が辞、まあ、めていく形になってですね、まあ、それをこうどうやって改善していくかっていうのをずっと模索をしてきたと、まあ、実際は我々の、まあ、お客様の悩んでることをそのまま体,体現してしまってるというかそこで体験した苦労がそのまままたフィードバックして、ね、お客様のためにも役立つんじゃないかっていうことですよね、うん、はい、はいはいはいまあ、あ育つんだってやっぱり信じないといけないなと 実はあの4年前からです、ね、あの研修事業も一緒に行ってるそれは自社のスタッフの研修いや、えー、とお客様先の営業研修ですね、まあ、新社員研修をやったりった言ってみればその千葉キャリで採用して就職をした社員の方たちをさらにそのアフターフォローというでしょうか、はいそ,うね、そういったこともやると思ことですか、はい でまあ、あの外部の会社のと、まあ、提携しましてそこの講師に、まあ、研修専任の研修講師として、えー、やっていただいてるんですけども、はいまあ、その方と出会ってからですね、まあ、社内の研修も定期的にやるようになったんですね。うん まあそれまではその育成といってもまあほとんどの中小企業で OJT で仕事をしながら一生懸命こうまあ全身全霊で伝えていくわけですけれどもそれだけだとやっぱり育ちきらないところっていうのがありましてまあ定期的にその育成の環境っていうのを作ることでまあ社員がだいぶ変わってきたとこれもまあお客様先にこうフィードバックする要因として非常に大きいなというふうに感じてますね。うん研修をしてい そうしていくことでその就職した後の、はい、この教育というか、はい、こう育って,ていくという難しさも田辺さん自身も身にしめて分かっていかれるこというんですよね。で,ね、はい、で実際にその外のウクライアンさんの企業で研修を行っていく難しさと、はいはい、自社の社員を研修する難しさってなんか違うものはありますかとそうですね、まあ、人の育成っていうのはまあ,あいろいろその相手によっても違いますので。えー まあ根本までも変わらないのかなと思いますね。その社員育成をするんだっていう経営者の思いとそこにまあ実際にその労力をかけるかどうかっていうそのそのまあ本気度なのかなと。その経営者がはい。 社員に対してそうです。育成するというところに対して、うん、まあ本気で向き合うということですね。うん、例えば、その、まあ我々、まあ研修を事業やってるいうことは、研修を提案、ご提案するわけですけれども、はい、あの、例えば営業社員を全員集めて、えー、丸一日研修するとなると、仕事が一日止まってしまうわけですね。はい、で、でも、あの、そこであえて研修をやることによって、 その一日で人が育つわけではないわけですけどもそれが後々こう返ってくるわけですね、うん、そういったこう先行投資としてその場の提供ができるかどうかってこれはやはりその本気で環境を作ってあげるということとあとは彼らが必ず育つとそれをこう信じることなのかなと。 まあ当然こうあの人によって差はありますし、まあ中には思ったようにこう成果を出せない人っていうのも出てきてしまうわけですけれども、それでもあえてそのこう環境を作っていくってことが経営者には求められるのかなとそんなふうに感じてますね。求人まあ本来の千葉キャリのメインのお仕事ですよね。いい人を採用したいと多分皆さん思っていらっしゃると思うんですが、はいはいで、先ほど一番苦労したのが自社の社員を集めることだとおっしゃってました。はいはい、いい社員、うん を集めるには、どうしたらいいんでしょう、はい。えっ、ー、と、これも、あの、まあ、経営者が、その、いい人を、こう、取る。ということに対して、どれだけ本気になるかな、あ、なるか、じゃないかなと思いますね。 一つはまあ本気になるというのはその採用っていうものに対してえまあ労力をかけるということですねその会社の思いを伝えることもそうですしえその求めてる人が会社に入った時にえそのこの会社だったら働きやすいとかこの会社だったら一緒にこう頑張っていけるとそういう,こう場を作ってあげることもそうですしそういうメッセージをこう発信していくことも大事だと思うんですけどもそこにえ中小企業であればやはり社長が必ず 関わらなないいないいいととけのかなと、まあ、大手であれば人事部っていうところがそういったことをやるわけですけれどもやはり中小企業で我々のお客様で採用活動をこう,うまく成功させてる企業様というのは多くが経営者の方がそのメッセージの配信から、まあ、面接の初期の段階からできる限り採用っていうものにこう自分でこう関わってくると。 でそういった企業様こ,こ,こそがやはりいい求める人材というか将来こう育つような人材の採用っていうのに成功されているのかなと思いますね。えー、もう本当にその人と人とを結びつけるそして千葉に特化して、えー、まあせっかくの千葉の人材を、はい、千葉の企業へという思いが伝わってくるんですけれども、はい、今後どういったことを考えていらっしゃいますか。 えっとそうですね、まあ、求人サイトとしてはですね、あのーまあ、あ今のこの地域密着度っていうのをもっと強くしていきたいなと思ってまして、えーまあ、今はこうインターネットのサイトだけでのおー、まあ、サービスっていうのが強いんですけどもここにまあいろんなこうイベントをですね合同企業説明会をやったりだとか就職者あ求職者との面談とか相談会の機会を増やしたりだとかそういったこうイベントを の分野を強くしたりですとか、あとはそのいろんなこう業種だとか。職種に特化をした、サイトっていうの、こう、まあ、姉妹サイトとして作っていくと。まあ、そういった分野に、こう進んでいきたいなというふうに思ってますね。今日、本当にいろいろお話あし、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。多忙の、今さら聞けない、ビジネス単語帳。日々、日常会話の中で増えていく、ビジネス用語。 あれこれどういう意味だっけそんな経験ありませんかこのコーナーでは様々なビジネス用語のあれこれを解説していきますさあ今回の単語はダン・アジェンダこれはですねやるべきことを事前にまとめたものでアジェンダに沿って会議が進んでいきます運動会のプログラムみたいなものなんですね使い方は 本日の会議はアジェンダに沿って進行させていただきますこのように使ってくださいねわかりましたかそれでは次回またお目にかかりましょうさようなら